皆さんどうもです。いつも、チャンネルの方を見てくれてありがとうございます。まあ、今日はね一人でちょっと撮ってるんですけれども、まあとんでもないことがちょっと起こっちゃいまして、ですね、まあ、つい先日、まあ、大家さんの方から電話がありまして、家賃の、値上げをするというふうにこう言われたんですね。で、まあトルコはその毎年その家賃がですね 10% からまあ 18% ぐらい家賃がこう上がるんですね。そのトルコリラの価値が少ないから、まあね、国のその決まりでその家賃がまあ上がっていくんですよね。で、まあ今自分がね住んでるところがまあ大体1万5000円ぐらいなんですけれども、で、まあ、トルコのね平均月収っていうのはまあ5万円ぐらいなんですね。で、まあ自分はそれよりちょこっとまあ多いぐらいなんですけども、まあ今このいろんな戦争とかそういうのがあったり、まああとはまあコロナ期間とかね、そういうのがこうあって、まあ経済がすごい、まあ今トルコすごい悪いんですね。そのインフレをもっと通り越してもうさらに悪い状態になってて、で、まあね、その影響もあって家賃がね、もう今多分まあ私が住んでるところがですね、そのベシクタシっていうまあ地区なんですけれども、もう3倍から4倍ぐらい値段が上がってるんですね。今半年前はそこまでなかったんですけど、今もうこの半年の間に急激にこう上がっていって、今ももう上がり続けてる。で、まあ今1万5000円ぐらいのところですかね、家賃が。で、それを3倍にするっていうふうに言われてるんですよ。で、3倍にされたらですね、まあ、その平均月収のその5万円より、まあ、ちょこっと多いぐらいなんですけど、まあ、4万5000払わないといけないんですよね。でもそうするとお金がなくなってしまう。で、まあ、法律ではね、今 25% しかしたらダメですよっていうふうに決められてるんですけど、どこの親も守ってないんですね。で、まあいろんな友達とかに聞いたら、まあ、25% のところもあるし、まあ、100% のところもある。 100% って言っても考えてみてください。日本の家賃が4万円だったら8万円になるんですよ。で、今自分が住んでるところはまあ仮にね、日本の金額でイメージしたら4万円が3倍になるから12万円になるんですよ。ほんでもこれちょっとどうしようかなと思って、で、まあ今嫁もね試験期間中なんで、まあ、あんまりストレス与えたくないっていうのもあって、まあ、ちょっと今自分はね言ってないんですよね、嫁に。で、まあ、大家さんともねちょっと話して、まあ、なんとかしてほしいっていうふうに言ったんですけど、うん、国の法律とかもあるって言ったんですけど、いやもうけどね、今周りがみんなもう本当に高くしているから、まあ、自分もそうする。もう、まあ、自分たちが住んでるところはすごく安いんですけれども、まあ、住んでる、まあ、イスタンブール全体見てもすごい安いんですね。で、今もうどれぐらいなんやろう、周りは5万円とか6万円ぐらいになってるんですね。だからね、平均月収が5万円に対して家賃がね、今6万円とか7万円になってる。で、もうどうやって住んでいいかちょっとわからない状態なんですね。まあ、僕だけじゃないんですけども、トルコの国民の人みんなそうで、でもそんなにね家賃値上げ、まあ、ある友達はね、そんなに家賃値上げするんだったら、自分はねもうそんなに払わないっていうふうに言うんですけど、今度じゃあもう出てってくれない、出てってくれっていうふうに、なんか今度裁判沙汰になったりとか、裁判沙汰になってまあ1年ぐらいこう裁判がかかるんですけども、じゃあその間にこう新しい家を見つけるかっていうと、もう今新しいっていうか、その賃貸がないんですよね。もしあったとしても、1万トルコリラなので、ちょっと待ってください、だいたい日本円で言うとですね、とてつもない金額になるんですよ。日本円で言うと、まあ、7万6000円ぐらいの、家賃に住まない。で、トルコの平均月収は5万円に対して7万6000円の家賃
しかも0階じゃなくて地下1階とか窓のないようなところで、まあすごくイスタンブールの郊外で交通の便が不便になったりとか、いやー参ったなと思って、でちょっとこうなってしまうとね、もうこれ以上住めなくなってくるんじゃないかなっていう。だからまあ今ね、なんかあんまりトルコ来たいっていう人いないと思うんですけど、トルコに来るんだったらもうまず絶対に考え直した方がいい。でまあ若い人たちもね、いろんな国で住みたいとかっていうのはあると思うんですけど、そういうのはねやっぱちゃんと調べとかんと、あのとんでもない目にまあ遭いましたね。でまあ今ねちょっと嫁に内緒で取ってるので、まあ、日本語もわからないのでね、あんまり大丈夫だと思うんですけど、まあ、ちょっとどうするもこうするもないんですよね。で、まあ、また引っ越し、例えばもっとこれより安いところがあったとしてもっていうかないんですよね。で引っ越しするにも費用がかかる。だからもう自分たちも今その自分たちもっていうか多分おそらくこの金額をもういやいやだけど、もう契約書とかにはそういうふうに書かれてないんですね。契約書にはその、まあ、国が定める何パーセントだったら何パーセントで今年はこれだけ上げますよっていうふうに決まってるんで、それだけしか上げたらダメなんですよ。で大統領の方もまあ2023年の7月まではあの大家さんとかはね、その 25% までしか上げたらダメですよ。 25% でもすごい金額なんですけど、それをうちの大家さんは今ね、イスタンブールがもうこういう状況だ、賃貸もない、家賃もすごく高い、だからもう僕たちがここから出れないっていうことも知ってるから、あえてその高額な金額をふっかけてくるんですね。まあ、5万、4万5千円。言ったら3、今うちらがその1万5千円ぐらいのところですから、3倍。っていうことは 300% 家賃値上がるんですよ。これ日本だったら考えられないんですけど、まあね、まあ、今までね、20% とかだったので、まあちょこっと、少し給料も上がったりとかそういうのでなんとかなってたんですけど、今回はもうほんまになんともならん。だからね、もう正直参ってますね。どうするもこうするもないんですけど、まあもうこの国に出ていくか、まあね、今日はちょっと緊急でそういう動画だったんですね。でまあこれもね、私たちのチャンネルなので、まあ、思い出に残そうかなと思って動画にとりあえず残しておこうっていう感じで残しておきます。まあね、今、まあ、嫁があの編集してくれた動画があるので、まああと4本か5本ぐらいはね、まあなんていうんですか、まあいつもの私たちの動画になるんですけど、まあ今ちょっとこういう状況を抱えてる中で今後ね動画撮れていくかなっていうところですね。まあ一言で言うとこの国すごく終わってます。で人もやっぱり物価が上昇してるから、大家さんもやっぱりその家賃収入を頼りにしてるっていうのがあるから、大家さんの気持ちも分かるんですよ。大家さんが家賃値上げしたい、なぜならその物価がすごく高いから家賃も上げないといけない、家賃収入を得てまた家賃でね、違う自分ちょこっと出して家賃であのもっといいところで暮らしてる人たちもいるの で、あとはその子供さんの学費に充てたりとか、まあそういうとこ感じですね。で今これ僕だけじゃなくて、今僕の周りの友達でも裁判沙汰になってる子とか、もうなんていうんですか、退きっていうんですか、もう出てってくださいっていうようなこと言われてるけど、もう意地でも出てかないっていう人たちもいて、まあね、今後本当どうなっていくのかなっていう、もうショックですよね。まあ僕もね、その
3、4ヶ月ぐらい前から家賃が値上がりしてて、ね、もう今この家出てったら、うん、次新しいところ借りるのはもう借りれやんよなって思ってたんですよね。でそんな矢先に、家賃すごく値上がりされたらどうしようって困ってたんですけど、まあけど国がね 25% までですよっていうふうに言ってたんですけど、今日それ守ってる人もいないんですよ。もうこれ多分私たちは日本の方がすごく多いと思うんですけど、これ絶対考えられないと思うんですけど、本当にそういうことが起こってて、いや家賃ね、ちょっとこれね生活厳しいですよね、まあね本当どうなるかわからないんですけど、まあそんな感じの動画でした。まだねこれはまあ、ちょっと嫁にも話して、でまあ、嫁の意見も、セリンの意見も聞いて、また皆さんにね、ご報告したいかなと思ってます。それでは、まあ、ちょっと今日はね、違った動画なんですけど、またよろしくお願いします。では。